何に生きるかっていうと、まずは最後、これ後ろを向くんですけど、相手に RWS テレビ局茨城千葉支部代表のなごむコーチです。と今回僕がお家の中でできる練習をちょっと一つあるんですけれども、とその練習はと相手から逃げるターンです。ターンをとすごい僕が使うターンなので、ぜひ一緒に練習をしてみてとください。と今回このチャレンジ動画をやってる上で、とお子様がチャレンジした動画を1分以内でと公式の LINE の方に送っていただけると、僕の方からと1点から10点のと点数をつけさせていただきます。あとはと1つアドバイスをと送らせていただきますので、ぜひ最後までと動画の方をご覧ください。では早速やっていきたいと思います。はい、とではと実際にやっていきたいと思うんですけれども、僕がすごいと相手から離れたい時、あとは僕が試合中に背中を向けてて、どうしても今のタイミングで前を向きたい時に使うターンになります。では実際にちょっと後ろからやってみますね。多分分かりやすいと思うの。ドリブルが来たら止めてからここから前です。こんな感じですね。ちょっともう一回、もう一回いきます。もう一回後ろから見てください。ドリブルをで、ここで一回止めたら、ここから左に相手から離る、ドリブルを相手にしてから止める、ここから右利きは左右でダブルタッチをします。ダブルタッチをで、この右足で後ろにバックする、こんな感じです。で、動画の最後にとお家でできる練習方法を僕の方からご紹介したいと思いますので、ぜひこの後の動画にも注目してと最後までご覧ください。はい、と今見ていただいた、まあ、ダブルタッチで後ろに下がってから、まあ、前に運ぶっていうやり方なんですけれども、ダブルタッチ、通常のダブルタッチは前にボールを押し出す。でも僕の場合は今相手との距離が近いんで、ダブルタッチで1回下がってそのまま前を向くっていうのをやってみました。で、これは何に生きるかっていうと、まずは最後、これ後ろを向くんですけど、相手に絶対に背中を見せないことです。ポイントは左右で下がったら、左右で下がったら後ろを向いちゃうんじゃなくて横に走る、体を横にして、で相手を確認しながら小指でターン。これだけですごい相手と距離が取れるので、ぜひね、左右なんですけど、左右でバックして右足でもう一回相手に向かって、こんな感じで早くやってみてください。で、後ろに下がるダブルタッチは2タッチ目の右足の角度が重要です。左足で右側にボールを出したら、右のつま先を内側に入れる、内側に入れてあげて後ろにバック、こんな感じですね。こんな感じでやるとうまく真後ろに下がれるので、ぜひとこの後ろに下がるダブルタッチをぜひね、今のこの期間で練習してみてください。この練習は家の中、まあ、庭とかでもスペースがあれば繰り返しできる練習になりますので、ぜひね、自分の武器になるまでと継続してチャレンジをしてみてください。で、またとチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録の方もぜひしていただいて、あとはグッドボタン、高評価の方もよろしくお願いします。今回は以上になります。ありがとうございました。